バイトやってたやつが休憩中にだるそうにタバコふかしていたとか、歩道をベタベタ歩くどこかのバカプロの繋いだ手と手を引き裂く、そんな夢を見たよ。この時期になるといつも憂鬱になる、そして今夜もホテルの予約はいっぱい。マジでうざいんですけど、みんなは楽しそう。元を正せばたかだか人の誕生日なだけなのに、もしもあのもみの木がぶっ倒れてくれたなら、少しは僕の折れ曲がった心も治るのかな。こういうイベントに限りテンション上がるやつは大抵教会なんかに行くことはないだろうし、うちの母親と来たらケーキを買ってくるなり、仏壇にお供えをして両手を合わせてる。異文化交流なんて意味合いはない。歴史も風土も学ばないやつがクラッカー鳴らす。マジで大切なことみんなは知らないね。花祭りがお釈迦様の降誕行事ってことを、今あのジングルベルを蹴り上げることできれば、少しは僕も夜空よりも輝くような気がする。明日からバイトだし、それでもこの季節なりの幸せを願っては、せっせっせっせと毎日を生きてる。でもマジでうざいんですけど、みんなは楽しそう。元を正せばたかだか人の誕生日なだけなの、心も治るのかな。 どうもありがとうございました。